王谷馬太郎王谷馬太郎王谷馬太郎から1939年7月11日は明治時代後期から昭和時代前期の政治家、実業家。岩手県盛岡市長。貴族院多額納税者議員、衆議院議員。旧姓は中村。中村俊太郎のおじとして現在の盛岡市万場町に生まれる。後、王谷小僧の養子となり、家督を相続する。 1888年7月、岩手県中学校を卒業し、森岡市三次会員を経て、1907年11月、森岡市長に就任。1910年8月、市長の座を退き、岩手県会議員岩手県三次会員森岡市会議員同議長などを経て、1916年12月、補欠選挙で、貴族院議員に当選し、 同年12月26日から1918年9月28日まで在任した。1917年4月、森岡市会議員に再選し、同議長、岩手県会議員、同議長などを経て、1920年第14回衆議院議員総選挙で、岩手県第一区から立憲政友会所属で出馬し、皇居した原隆氏に代わり補欠当選し、一期務める。 1934年6月、森岡市長に再選し、2期目在任中に死去。初の森岡思想が取り行われた。他、岩手県農工銀行、岩手日報、東北鉄道工業、岩手軽弁鉄道などの重役を歴任した。ありがとうございます。